タイ、プリサーブドフード、ワイワイ、ミンチドポーク、揚げ麺で粉末スープ、調味油、チリパウダーがついています。麺は細めの角断面で輪郭ははっきりしています。気泡感があり、表面はザラザラ荒れていて、舌触りがベトつかずにさっぱりしています。揚げ物の香ばしさが強く、カラッと爽快な印象の麺です。スープは若干の透明感が残り、ポークの旨味と麺の香ばしさがよく調和します。唐辛子だけではなく、黒胡椒と山椒の刺激も結構あり、すっきりとした刺激が心地よいです。タイの製品といってもトムヤム味とは違って酸味はありません。甘さも常識的です。生麺とか店舗のラーメンに近づけるという意図は全くなさそうですが、庶民的で親しみやすさを感じる製品です。